2021年始まりました。ハッピーニューイヤー。皆さん、明けましておめでとうございます。バス釣りガールのポーリーです。今年はそうですね、視聴者様の参加型の企画をいっぱい増やしていきたいなと思います。個人的にはちょっと強気な釣りをしてみようかななんて思ってます。今年も大人オンラインをぜひぜひよろしくお願い申し上げます。ハッピーニューイヤー。新年明けましておめでとうございます。昨年もね、いろいろとブログの方と、ね、YouTube の大人オンラインの方でいろいろとお世話になりました。今年の抱負としては、僕の場合はね、何でもちょっと楽しみながらやるっていうのがね、あれなんですけど、またね、いろいろとコラボとかもしていきたいですし、ね、楽しくねやっていけたらなと思います。じゃあまた他釣り以外の動画とかも多分撮ると思うので楽しみにしててください。じゃあまた本年もよろしくお願いします。皆さん明けましておめでとうございます。今年の抱負というところなんですけども、今年も基本的には暴走バサーしんちゃんニセクシーですね、ニセクシーの釣りシリーズと暴走バサーココちゃんのポーリーの釣りシリーズを軸に、しっかり釣り動画なんでね、バス釣りをお届けできたらなと思ってます。あとは大人フォトコンとかですね、バス釣り部門、放課後部門って形で去年やらせていただいたんですけども、ああいう視聴者様参加型の企画的な動画をアメブローと、連携しながらやっていきたいなと思ってます。動画をね、やっぱりいろんな人にちょっとリモート出演送っていただいて、でそれをうちで配信していこうっていうのはちょっと個人的にやってみたいなっていうのがありますので、そこら辺でご協力していただける方いらっしゃればね、まだ僕なり、しんちゃんなり、ポーリーね、誰でもいいのでまた言っていただけたらなと思ってます。去年はポーリーのステッカーも発売することができました。アウトドアスタイル従業員さんからコラボプロジェクトとして、何はともあれ、とにかくですね、仕事をしてる中で、仕事が終わればそこが放課後やでっていうね、感覚で、その放課後の中で何か面白いことしようぜっていうのが大人オンラインのコンセプトですので、僕ら3人以外にもですね、面白いことやってやるやんけとか思ってくださる方がいらっしゃれば、どんどんね言ってください。とにかく今年1年ですね、またよろしくお願いします。